福岡県田川郡河原町出身上京し東京府立第5中学に学ぶ総同名本部書記社会民衆党書記などを経て労働運動に加入したその後都新聞読売新聞時事新報の政治部記者から時事新報政治部長となった戦後日本社会党の決闘に参加し 西尾末広系の党内社会党右派に所属。片山内閣で内閣総理大臣秘書官と西尾末広国務大臣秘書官を務めた。福岡県小倉市の県営アパートの一室を借りて、かなり手狭な社会党支部を開いている。1960年1月、民主社会党決闘に参加。1968年、西村英一委員長の下で、 佐々木良作国対委員長が初期長に就任に、伴い公認の党国会対策委員長に就任。1971年、一年ガ・カ和幸委員長の就任で国対委員長を留任し、同年自民党、田中角栄幹事長が公明党、矢野淳也初期長らと共に、沖縄関連法案が衆議院で強行採決されたのを受け、党として同法案の修正案に応じる。 翌1972年国対委員長を退任。1976年の総選挙で落選したため、政界を引退。落選から間もない翌1977年2月に死去した。ありがとうございます。